起訴されているのは広島市中区の出版関連会社トラストジャパンの社長李和夫被告63歳とユニオン KI の社長相本博被告59歳です。李被告らは偽の右翼団体や同和団体を名乗って企業などを脅し、北方領土や同和問題に関する本を売りつけました。そして売上金を少なく申告し、およそ3億円を脱税したとされています。今日の初公判で2人は間違いありませんと起訴事実を認めました。